こんばんは。今日もご来場ありがとうございます。最終面接お疲れ様でした。お腹空いた。私はもうお腹いっぱいです。ヤマピーさん、ラーラーラーにじがーにじがー、ありがとうございます。メイクかわいい、嬉しい。メイクさんのメイクですメイクさんのメイクでございます。そうだね、今日は花だよりが中止になってしまったのでね、まあそんな時もありますよねっていう気持ちでいましょう。またいつか。まあね、あの今日私が花だよりのゲストっていうのかな、ゲストなんていうの、あれはそう出演予定だったんですけど、まあ食案はあのいつでも多分見れるのではい、あゲストでやってる、はい。まあね、今日食案見たかったよって方もね、ありがとうございます。バンダナさん、愛ありがとうございます。たくさんの愛をありがとうございます。そうね、次いつ私がその花だよりに出るかわからないですけど、わからないけど、でもまあ食案の絡みは多分ノイジョイちゃんとアンちゃんの絡みよりかは見れると思うので今後ね。ぜひ次は違うゲストなのかな、わかんない。ゲストなんかずれるのかなんかわかりません来週なのかとかは全然わかりませんけど、はい。そんな時もありますよね。体調気をつけます。みんなも気をつけてね。なんか結構イコラブ喉がって言ってるメンバーが多いかな。喉がとか声が出しにくいっていうか、なんかみたいなメンバーが多い気がします。多いって言ってもね、なんか何人かというか、瞳もね声が出しにくくて対面の時からかな。私も喉弱いので気をつけますね。今は野球見てる途中なんですけど、応援してます。ショールームしながら途中からしか見れなかった。来週出ることになるのかな、ちょっと分かりません。それは分かりませんけど、まあなんせ私が自分がゲストというのも1週間前にみんなから教えてもらって知ったから、その本当に分かんないんだけど、まあまあ職場咳してる人が多い。流行ってんのかな、喉風邪的なのがね。そんな気がする。気をつけましょうね。でね、負けてます。この回、あ、一個前、なんてこの回か、この回でね点取られて、うん、逆転、勝ち越されちゃったからね。まあまだ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 って気持ちでいますね。とても可愛いですね、ありがとうございます。今日は絶対に自分じゃ多分しない感じのメイクというか色というかだと思います。まあ配信だとねちょっと見にくいけど、今日はなんか撮影だったんですけど、久しぶりに撮影なのに目が一重になっちゃって、なんかテープして行ったんだけど、メイクする直前でテープ外したらそのところに肩跡になってなくて、え、ちょっとどうしましょうって言ってた、ずっと。で急いでまたテープ取りに行ってテープつけてみたいなことをやってました。ね、ちょっとピンク味ありますよね。まあ、撮影ってね結構色飛んだりするから、チークとか濃いめかもしれない
図書だったらありがとうございます、応募してくださって。ちょっと今日さ本当にさ午前中に告知できなくて申し訳ない。完全に気づいたら2時だった申し訳ない、本当にね、そんな日もあるよねって思ってください。ぜひ次回の受付で今日画像作ってくれた方のまとめようかなと思ってます。うん、すいません。対面待ってます、ありがとうございます。応募間に合った、よかったです。あさって初めてのオンライン、お、よろしくお願いします。お名前書かせていただきます。無事に追加できてよかったね、そんなこともありますよね。対面通所、友達また連れていくこと決まりました、お願いします、ありがとうございます。初めての方もねたくさんいらっしゃって嬉しい、なんか 毎度初めての方がたくさんいらっしゃって嬉しいです。その今回初めてって方は次回2回目ってね、2回目も行きたいって思ってもらえるように一緒に楽しめたらなと思います。いつ見てもありがとう。オンラインサイン会はサイン書いてくれてる間も話しかけて大丈夫、大丈夫です、むしろ話しかけてください。一瞬ね、なるべく早くお名前書くようにするんだけど頭皮しか見えてなかったらごめんなさい。でもちゃんと、むしろなんかあの話してほしいかも、話しかけてほしいかも。うん、タイミング当たったよーってありがとうございます頭皮にぜひ話しかけてくださいそうすると撮影会一部完売出たら、うわーそうなんだ。でもわかんない、その落選が出ても多分次受付まだあると思うので、あのぜひお支払い忘れないようにかな、まずは。最近はスプレーとかでカチカチになったりしてない？髪の毛ですか？あ、今日カチカチに固めて、固めたからなんかその後溶かしてもらって、でも白くなっちゃったから今日はシャンプーとリンス頑張ってねって言われたヘアさんに。あ、ブルシャラしてきた、ありがとう。支払い期限は24時までじゃないから注意らしいですよ。いつまでですか？ちょっとわかんないけどあ、23時までぜひ。そうなんだよね、落選して多分3回ぐらいは受付あると思うのでそう、特にツーショットはそのタイプが違うから、その ABBCCDAC みたいな、すごいいろんな組み合わせがあるので、その分に行きたいけどあの取れなかったって方も多分別のタイプで応募したら当たるとかあると思うので、ぜひお願いいたします。まあ運とかなのかな、わかんないけどそうだからね、その部が完売になったというよりかは多分そのタイプのその部が完売になっただけなのでですね。
ちょっと応募してくださった皆さんありがとうございます。オンラインもありがとうございます。そうだね、 AB が多いんじゃないかな一番最初なんかどこも AB が最初になくなってるイメージな気がする。とりあえずこれでいっかみたいな感じなのかな、わかんないけど。うん血液型ではないですね今回 D からなくなった。あ、そうなんですか。じゃあみんな D はみんな応募してないっしょと思ってる方が多いのかな。いや、わかんない。今回 D が人気。そうなんだ。え、待って、宮崎選手ホームラン、え、さっきも打ったよね、2本目。見てなかった、ちょっと戻る。スリール、え、うわ、すごい。ちゃんと野球見て流してるだけだった必死になってた。え、でも6-2だったよね、あと1点。でもすごい、いいね、1点差、6対5です。野球に集中しては、だったらショールームやる。さっきまではね、野球に集中してたりちょっとお掃除したりしてました。え、さっきホームラン、そうです、一試合に2回ホームラン、2本ホームラン打ってる。さっきはソロだった気がする。あれ違う、あれさっきでもこうやってやってたもんね。すごいね、打点4。うん、そうだね、2本ってすにょいされば港の数かれど、この横浜に勝る荒めや、昔思えば苫屋の煙ちらりほらりと縦にしところ、今はもも船も持ち船ゆうちゃん推ししか勝たん、ありがとうございます。横浜しかです。リプレイ、ですね、今日は勝てるといいね。そう、昨日はそう言ってなかったね、ショールームしてなかったね昨日。昨日は昨日も横浜スタジアムに行ったんですよ。でも昨日はもともと行きたいなって思ってた日でもあったんだけど、友達から令和ロマンさんのそのベイスターズのストーリーのスクショが送られてきて、令和ロマンさんの日にこの日行こうって友達に誘ってもらって、そう行きました。そう、でも その友達は前に何の時だっけ、4月にも一緒に行った友達で、また今度行こうねって話してた友達ではあるんだけど、あれだよ、赤レンガとか行ったって言ってた友達
つね。そうで、その子はなんかもう去年から、去年は多分一緒にいたことないんだけど、去年からあのね、負けの試合しか見たことないって言ってて、なんか私が行くと負けるみたいって言ってて、まあ案の定ね、私も今シーズン5試合見に行って、その友達と行った2試合が負けちゃって、ちょっと次はじゃあビジターだねビジターだねビジターだったら勝てるねって話してました。あと普通にご飯も行こうねって。小中の友達です。友達小1で仲良くなったかな。うん、イコラブのねクロスライブも来てくれた。2日目、初めて BPM 見たよって言われたおさななじみ小学生の友達は幼馴染。チョコちゃん友達多い。あ、多分同じ子をたくさん、あの友達とって言ってる気がする。うん。ねえ。あ、安崎選手。やつはけ。やつはけ。やりたい、やつはけジャンプ。私も。え、まだね、まだやつはけジャンプしてないですよ、配信。あ、私が戻ったからか。私が戻ったからだ、さっき。ホームランで。飛んでるわ。だからめっちゃ遅れてんのか、私。こうやってやってる。と、考えろってこと？現地から打ってるの最速です。野球に集中してくださいありがとうございます、見てくれて。通知も鳴ったんだね、ショールーム始めましたって。今日スタバのバナナの、あ、飲みたい。昨日からですよね、昨日からですけど、あの昨日はスタジアムのバナナ味、なんかさ一昨日言ってましたよね、なんかバナナのやつがあるって。でたまたまビジターのところ、あ、ビジターじゃない、ウィングのところに行ったら、あ、バナナのやつあるじゃんってなって飲みました。でもアイスすぐ溶けちゃって、やばいやばいってなってた。さきほさん、ありがリップ、ありがリップ、ありがとうございます。取れるよ、取れるよ。鎖骨出してるの珍しい、ほんと？ありがとう、ありがとうじゃないか鎖骨、今日瞳に鎖骨綺麗って言われたから、ロッククライムできるよって言っといたデコルテチラチラリ。でも私個人的には多分この胸元がこういう感じで開いてるのがなんか骨格的に似合うんだと、似合うと思ってる、うん、でここにネックレスとかつけたらいいんだけど、撮影の時にネックレスつけるとあの撮るのめんどくさいしなくしちゃうからつけません。今日本当はさ、あのもうちょっとおしゃれする、おしゃれ、おしゃれというか、あのもうちょっとちゃんとした服を着ようと思ったんだけど、あの花だよりだったらね。でも花だよりがあの
ないということで、適当に服を選んでしまった。ちゃんとしたはネックレスしたりとか、なんかちょっとスカート履いてみたりとか、わかんないけど、なんかズボンだったとしてもなんかもうちょっとここがなんかもうちょっと洒落てる感じのとか感じかな、わかんないけど、水溜めれますよ。結構気持ち悪いって思う人多そう。ゆこちゃん好きなアクセサリーブランドある？ないです。今日もそうコンタクトちゃんと買いました。今日鼻だよりなくなったので、じゃあ買いに行こうと思って買いに行きました。コンタクト買いに行ったってか交換しに行った、破けちゃったから。そうで、いっつもそこに行くとアクセサリー屋さんがあって、帰りにあって止まってめっちゃ買っちゃうんですよ。今日もめっちゃ買った。今日はゴールドのネックレスが欲しくて、ゴールドのネックレスでなんかハート型のネックレスなんだけど、なんか選びきれなくて2つでどっちも買っちゃったりとか、イヤリングはね最近結構あるから、なんかネックレスが結構なんかもうちょっと捨てようかなみたいなのが多くなってきたから、ゴールド買って、あと髪飾りを買いました。クリップ系を買いましたので、またいつか披露するときを待っててください。撮れる？いやー変な声出ちゃう。野球見てるとね、大人、そう大人だから両方変える。そうなんです。おぞっす。変な声出ちゃったね。撮れるよーっつって撮ってで、ナイスキャッチからの、はい頑張って投げて、いやーって感じなんだけど、もう先に走ってきちゃった、ナイスキャッチみたいな気持ちのいやーが出た。マジで一人でこうやってみんながいるからじゃなくて、一人でこう見てる時もなんかこうやって一人で撮れるよとか言ってんの、一人で。結構さ、イコラブって多いね。なんかテレビに話しかけてたりとか、なんか多くないですか？副音声出てたらやだね。いやーってさすがにないと思うけど、そんななんかそのこんなリラックスしては見ないと思うのでね。よりさんっていっぱい来てる。よりさんもそうだよね。漫画見ながら、とか、アニメとか見て、うわ、これなんとかなんじゃないみたいな、言ってる気がする。多い気がするね。多いよ。これは独り言が多いということで。あ、そうですね。YouTube 出ました、アウトレット。御殿場アウトレット。あれはまだまだ私が金髪の頃ですね。あれはまだ私が金髪の頃。あれです、わんこそばを食べて3人で三百杯行ったらご褒美みたいな感じで、そう、で
あれ金髪じゃないか、めっちゃ明るい茶髪そうで300杯3人で300杯行ったらご褒美っていう企画でミリが一番食べたので、そうミリがどこ行きたいか決めてプチ旅行御殿場アウトレットに行きました。もうすでにね、なんかそのバツ丸くんのトレーナーもらってミリにね、あ言っちゃった、まあいいよね、あのミリがこのあのそのお話し会でシナモンくん着てるって分かったから、あもう着ていいんだと思って着ちゃった。あれはミリからもらったものですミリからもらったものでございます。2022年の9月に公開したのだから1年半ぐらい前ですねのご褒美です。ルメア可愛かった、嬉しい。なんかキアラも結構ああいう感じ可愛いよね、まあ、ミリにはなんか誰もがだけどキアラもあれ着たら可愛いって思ってて、そうそんな感じですね。あとはそうあの時にはいつ出るか分かんなかったか言えなかったけど、あのこれはあのアメリカに行く時につけようって思って買いました。そうあの時はさ、そのアメリカが公開されてるかされてないか分かんないじゃないですか、そのあの YouTube 公開された時に、そうヒューストン用で買いましたはい、あとはまあ見てください、結構使ってるし使ってます時差ありますね。はい、でもめちゃ寒そうな格好をしてましたもんね、そうね、みんな上着着て取りだめってやつです。ぜひ見てください。お名前滝脇翔子と申します。滝脇翔子です。3月頃ちょっと忘れちゃいました、いつ撮ったかはまだ髪が私長い、私の髪がまだ長い時です。はい、あちょうど見てた、ぜひ続き見てください。そう髪色もね、そうそうそう、お寿司食べて、お寿司食べたくなったから食べに来た、お、抑えた。お寿司した今8回かな、次8回裏かな。今日終わるまで配信、いや10時に終わろうと思いますまだやりたいことありますし、今日は早く寝たいので、すごいなんかやって振っちゃってるみん大事だよね、一緒に野球見てる感じで嬉しい。でもねこのルームにはね野球を、まね、全然知らないよって方もいるからね、いろんな話をしていきます。明日の朝早いです。キャラ起きれるようになったかななったんじゃないですか、どうだろう。逆転待ちだねそのお布団のおかげなのかはちょっと分かんないからね。でもなんか最近え、また遅刻みたいなのない気がするだから間に合ってると
そうだよ、キアラちゃんも大人だよ。そうなんだよ、最年長の年なんですから。あ、そうだ、 TIFF の出演が決まりました。ありがとうございます。今年も出場させていただきます。ありがとうございます。その友達もさ、昨日会ってた友達もイコラブのこと好きだから、ねえねえ、ディフ出る、今年も出れるよって話してた。しかも全グループじゃんって言われた。まだどの日にちかは分からないんだけど、3日間あるよね。あ、その時知りました。はい、私も SNS で知りました。イコラブの通知取ってるから、イコラブがツイートして通知鳴ってわーって。やっぱり TIFF はさ、私たちのデビューステージのなんていうの、舞台でもあるから、毎年出させていただけて嬉しいですし、私はキーマカレー丼とかクックアイドルのね、 TIFF でその料理キャラというかがね、作られたから、思い出いっぱいです。ラジオ体操したりずっと中だった TIFF が、あのホットステージが外になったりね。ありがたいですね、たくさん出演させていただけて。すごいね、あんちゃんイコラブ出る前からなんだ。料理企画ね、楽しい、やるのは好きだから。去年ね、やっと野外に戻ったからね。確かに8月ヒューストンもありますよ。ヒューストン簡単数の職員なんか簡単数、あれはでもなんか簡単数だから、あのね、その料理が苦手だなっていうメンバーが簡単にできるよっていうのが見どころですよね。見てる方も楽しいしね。英語レシピはね、すごいね、発音もの皆さんありがとうございます。8月9月も忙しそう。そうだね、8月9月結構忙しそうな気がします。だから7月から789で多分忙しくなりそうなので、56で、あ、もう5月終わるわ明日で。6月はなんかいっぱいなんか仮スケジュールがたくさん入ってるんだけど、そう、たくさん入ってるんだけど、まあそんな中でちょっとね、たくさん息抜きできたらいいなと思ってますね。終わらないでこのまま、わがままな夏だ、これから夏が来ます。息抜き大事、はい、またね、今はさ、クロスライブが落ち着いて
いて終わってレッスンとかがあるわけじゃないからね、まあ、レッスン今後も6月とかにあると思うけど、そうだね、17枚目のことも多分6月とかにあるんじゃないかなって思ってるから、そう、やりつつ自分がいっぱいいっぱいにならないようにね、はい、やっていこうと思います。楽しんで自分の時間をたくさん作りたいと思います。はい、まあみんなそうだね、お疲れではあると思うよ、うん、みんなね、本当だ、タワーだ、ありがとうございます、教えてくれて、ミニタコさん、ミニタコさん、ありがとう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 ございます、ミニタコさん、ここでーす、ありがとうございます、ありがとう、嬉しい、ミニタコさん、ありがとうございます、また会える日を楽しみにしておりますのミュージックバスがいつのライブ、6月はそうかな、そうかもしれない、まあ裏ではねいっぱいね動いてると思うけど、まだねそのね分かんないんだよねまだ予定がなんか、その今後予定が入るのか、それとももうオフなのかそのどっちだろうなって思いながら、あの野球のチケットを取ります去年も結構多分4回ぐらいかな、4、5回その家族にチケットをあげたというか、はい、あ自分行けないから行ってきていいよみたいな感じが多かったから、そう一応ね取っといてねみたいなことが多いかな。じゃないと毎回ウィングになっちゃう。そう。そうだね。あ、毎日配信やってくれるおかげで安否確認できる。安否は多分そのまあもうショールーム毎日配信じゃなくても多分 SNS ちょっとは動かすと思うから。うん、そこで確認していただけたらなと思いますね。いけないと庭木さんが行く、一応2枚で申し込んでるのではい、毎回いつも一応2枚で申し込んでるので、私が行けなくなったらお兄ちゃんお父さんなのかお父さんお母さんなのかで去年は言ってたかな。ひでちゃん、ありがとう、ペットクマちゃん、 I love you、 ありがとうございます。ちゃんと歌わりをね、そうリアルトリガー、そうですよ。12枚で申し込んでから決めますね。で大体1週間ぐらい前になって、先生ここの午後だけでいいんですけど、むしろなんか夜あの18時から見れたらいいんですけどみたいな、絶対行ったりしますかねみたいな感じですかね。そう、こんな感じですね。な
なんか結構イコラブはっていうよりかはその1日でメンバーがこう1人ずつこうやってやってくとかがあったりするか、撮影とかもあるし、なんかいろいろスケジュール1日イコラブの活動は1日だけど、その中の一部分がこうメンバーでによって割り振られてるっていうことが多かったりとかするから、そう、そんな感じでできたら早めがいいなみたいなこんな言い方しないけどそういう気持ちでね、そう、そんな感じです。交渉勝率はどれぐらい？あ、でもどうだろう、その割とまあ7割5分くらいですかね。はい、あのだってそのあのそんななんかそのあれじゃないですよ、いやマジでとかじゃなくって、なんかまずそもそもオフの日を狙って、現段階でのオフの日を狙ってまずチケットを取ります。まあチケット取る前にここに何か入りそうですかっていうのを聞いて、入りそうって言われたらちょっとギリギリまで待つんですよ。1週間ぐらい前まで待って、まだチケットあるか確認した上で、すいませんここってもう出ましたかねみたいな感じで、あそこ 入りそうだわって言われたら諦めるか、もチケットも買わないとか、なんかそのなんかなんだろうな、例えばレコーディングとか生写真とかって結構一日の中で、生写真撮影ねとかって一日の中でこうこっからここまでが誰々、こっからここまでが誰々、こっからここまでが誰々みたいな感じのやつの仮が入ってたりとかしてたら、仮でレコーディングとか仮で生写真撮影とかが入ってたら、あのできたらあの野球見に行きたいんで、できたらその早めがいいなみたいなって早めがいいんですけどみたいな感じで、あの ちゃんとあの野球を見に行きますっていうのは全部言うんだけどそうっていう感じですかね。あの何かによるよね、そう全員で撮影とかだったら無理だから、そうですね、うん、正直言うの素敵まあでもそのなんか、あでも結構友達とご飯行くとかも言うかもなんか夜ご飯食べに行きたいんですけどみたいな言うかも、ここの予定分かりますかみたいな、結構結構なんか言うかもうんとかなんか、まあ野球観戦はあの観戦しに行って、それこそベースタにベースタコラムに書いたりとかするから、なんかまあ、ああいいねみたいな、むしろそうけど別にご飯とかも言うかも、この日友達とご飯に行きたいんですけど何か入りそうですかとか結構何でも言うかもメンバーとも誰々とどこどこに行きたいんですけどこの日どうでしょうかこの日空いてますかねみたいなダメだったらもう前もって言って、その段階でダメだったらまあ別の日にしようってなるから、はいそんな感じですかね、うん、結構なんか自分も最初なんかさすがに言い過ぎはあれだなと思って、そうあんまり言わないこともあるんだけど、その家族と行く時とかはあんまり聞かないかも。友達と行く時がその友達に、家族よりも友達の方が迷惑なんかかけるの申し訳ないから友達の時は結構聞くかも、友達とかメンバーとか
ークは最悪私が行けなくても行ってきてって言えるからいいけどだからあんまり聞く時もあるけど、そこまで今も聞いてない日程いっぱいある。とりあえず入れてるあんまなんか言い過ぎてもね、その有給じゃないんで言い過ぎてもね、こいつ言い過ぎだろうってなるから、ちょっと最近ちょっと多いなって思ったら言わない言わないで置いてるフフ素晴らしいのかは分かりませんけど、はい、私なりに、はい、いい塩梅で、そうそうそうでもそれでさ、その本当にあの行ってきなって言ってくださる、調整もしてくださって感謝ですよね、本当にね。でも結構その逆にそのここに歯医者入れたんで、あのもし何か入りそうだったらあの早めに教えてくださいとか、あのずらすんでとかはあるかも。だから何でも言うかも何でも言っちゃうかもおっちゃんありがとう、ピットクムちゃん I love you、 ありがとうございます。うん、逆にね ここ美容院入れたので、もし何か入りそうであれば教えてくださいみたいな感じで言いますね。そういう、まあ、もう別にねこっちが帰るよって言ってるからいいよねギリギリになってさ、うわ待って無理じゃんみたいな、変更かみたいなのが一番嫌だからね。そういや偉いのかはちょっと分かれないですけど、はい、一応ね自分がねあれだからね言っとけばねいいよねって話。充電終わった、っていう感じですね。そんな感じでいろいろ野球見に行ったりしておりますあとは結構私の友達はもうなんかそのさっき友達いっぱいいるねって言われたけど、あの限られた友達とたくさん遊んでるだけなので、あのなんかもう分かってくれて、そのギリギリのスケジュールっていうのを、そうギリギリにごめんギリギリに時間出るとか感じなんで、あのなんていうのなんていうのそういいよーって感じで言ってくれるそうゆうとさんありがとう、キューピットクマちゃん I love you、 ありがとうございます。そんな感じ。優しいです、嬉しいです。あ、それこそ昨日の友達はあのオフコースの友達です留学行ってた友達すごいよね。だからまだあの学生だから昼間じゃない平日も あ、そうだ、エースコックのショコちゃんの画像は来週です。そうです、お願いします、また告知します。というかちょっとあの忘れないように私瞳のツイートをスクショしました忘れちゃうから、その画像が一番私って結構見るので、なんだっけこれと思って、あ、そうだってなるかなと思って、そうです、来週です。ブックマークなんて見ないブックマークってどこで見るかちょっと全然わかんない忘れずに、ちょっと皆さんもね言ってください
私も覚えときますが、ブックマークやったことないと思う。私ブックマーク間違えて押しちゃってるとかはあるかもしんないけど、ブックマークやばい、教会裏になっちゃった。あ、本当だ、ブックマークある。ブックマークね、1,2,3,4,5,6個だけしてある。でも絶対ミスってると思う。これ何？2018年のリプにブックマークついてたり、2個だけ。みんなのね、リプだよ。でもなんかちょっと安心したのが、今もまだ来てくださってる方のリプだった、たまたま。2018年と、あとは横浜ウォーカーのブックマークがついてる。これでも自分の山登り&ハイキング、あと自分のなんか自分のサスケ放送まであと4日のやつにブックマークついてたり、オンラインイベント受付中 ALT に日程載ってますみたいなのにブックマークついてるのと、これ絶対にミスじゃんね。教えて花だよりのキアラが引用リツイートしたやつ、アンコロとぜひ見に来てくださいねってやつにブックマークついてる。ちょっと全部消そう。もう間違えすぎてるんだよね、絶対に。全部消した。全部消したよ。間違えて押してんだと思う、スクロールの時とか。それ自分も関係なかったからね、今の。もう全部消しちゃったよ。そうね。ブックマークって通知いくんですか、皆さんに。誰がブックマークしたって。ファンの方のもブックマークしてたんだけど、大丈夫そう。あ、来ないんだ通知。そうなんだね。2018年の自分がやってた。誰がブックマークしたか分かんないんだ。そうなんだね。ブックマーク怖がらないでください。間違えて私がしちゃう時もあるんで。ツアーとか、まあでもホームラン一発で杉森選手ですか、今海老名選手。森選手ですね。あー終わっちゃった。あ、今のでツーアウトか。うん、今のでツーアウトか。私遅れてるね。私遅れてるわ。森本選手ってさ、私たちエコラブがさ、あのやった時に登場されてたよね。え、そうだよね。先発でね、そうだよね。
今恐る恐る言ったけどさ、先発でしたよね違ってたら嫌だなと思って恐る恐る言ったけど先発でしたよね。いやそうだよね。昨日もさ、最後抑えで登場されててあ、今年から抑えになったん。そうなんだ、そうなんだね、なるほど全然パリーグの情報、まあセリーグの情報もままならないけど、パリーグの情報もね入ってこないというか見れてないから、やっぱそうだよね、知ってるなーって思ったうん、楽天も1年前のあれ、1年前か、いやそうだよね、そうだよねばっかり言ってる5月でしたもんね、割となんか次の週とかに、いや次の週は嘘か、いや次の週とかだったよね、いやそうだよね、やばい、そうだよねっていっぱい言ってるね、終わっちゃいました、惜しかったね、負けちゃいました。明日は頑張りましょう これね、ついてると見ちゃうから、じゃあね、お疲れ様でした。カープも負けた、ありゃあ、50のなんか試合終わったからあのやめたみたいだね結構でも話したよね、いろいろね、昨日話してね、野球の話もできたし YouTube の話もしたしティフの話もしたしね、すごいタイミングになっちゃった。あ、ブックマークの話もしたしねえ、クロスライブの見逃し今日からですか？確かに30日からって言ってたね。ぜひ。ぜひ。なんかさ、あれないのかな？こっから見れますよみたいな。投稿されてたっけ？自分がすぐ見逃しちゃうから。見えたんない、あ、ツイートされてた、クロスライブ公式フォローしてるよね、ほんとだ、21時間前にされてるね、しなきゃ、終わったら告知します、いいねしときましたブックは私すぐあの忘れないようにしなきゃって言っていいねで自分のいいね欄から結構探すことが多いかな、うん、あ、そうですね、ぜひあのオンラインお話し会、対面お話し会、通称撮影会などなどの受付、もし当たったよって、応募して当たったよって皆さんぜひお支払いお忘れなく、明日の23時みたいなのでぜひ、24時までじゃなくて23時まで、11時までなのであのお間違いなくですね、ありがとうございます、応募してくださって、ということでランキングを読んでいきたいと思います。ランキングタイム、13位、サーカマさん、12位、ターくん、11位、メリダさん、10位、ヘイブンさん、9位、ゆうちゃん、8位、ゆうとさん、7位、ゆうたさん、6位、おっちゃん、5位、ヤマピーさん、4位、バナナさん、3位、ひでちゃん、2位、さきほさん、1位、ミニダコちゃんです、ありがとうございます。すごい、ゆう続いたね今、2列目、豆助さん、ゆきはさん、
高市さん、トッシンさん、URP さん、セータさん、ヒロさん、フクノシソさん、ユキナちゃん、トラッシュさん、勝利さん、人生じいちゃん、ハラディさん、ヒルカレーさん、クイズさん、P21 さん、タシミさん、タカヒロンリーさん、マチオカさん、チビタンクさん、T さん、ユキボウさんです。ありがとうございます。たくさんのつなぎギフト、コメント、ありがとうございます。ミニタコちゃん、ありがとう！ありがとうございます。ということで、たくさん見に来てくださってありがとうございました。SNS ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。おやすみなさい。感謝。バイバーイ。ありがとうございました。みんなも体調気をつけてね。バイバーイ。